ください。この先一般道その他待ち伏せエリアに注意してください。あ、ここか。次の交差点か。今のウーバーイーツで思った。昨日一昨日あったよね、あの北品川の交差点、多分2個目だよね。そうだよね、あのバイクが飛び出し、あ、バイクじゃねえ、チャリンコが飛び出してき赤信号で、でタクシーが跳ね飛ばしたっつって。あれ雨降ってる映像でちょっと分かりにくかったな。もう路中ひでえなこの時間。あのね、本当に近頃ね、もうおかしい、チャリンコと歩行者が。そうだよ、多分これだよね。あ、これだ、看板立ってんじゃん。あ、やっぱそうだ、これそうだ、ここだ。こんなとこ雨降っててさ、ねえ、渡るか赤信号でチャリンコ。取締ポイントに注意してください。いや、まあタクシーだからさ、まあドラレコついてんだろうけど、ねえ、やっぱそれでもさ、ねえ、まあ過失っていうかさ、そういうのはできるわけじゃないですか。ねえ、まあ8にないしは91、ねえ、まあこのウーバーイーツのチャリンコもさることながら、まあ最近でね、あ、本当におかしいなと思ったのが、あの新宿どこ、チャリンコのに搭載されてるカメラでさ、目の前でバイクが走ってて歩行者が飛び出してさ、バイクずっこけるやつ、あれ許せないね。ねえ、あれもさ、あのニュース報道の仕方がさ、ちょっとなと思うよね。両者悪いみたいなさ文言書いてあったけどさ、うん、なんか書き方に悪意を感じるよね、マスコミの。わかる？いや、事故ってのは過失なんですよ。よほどのことがない限り、まあ、10ゼロ100ゼロってのはないわけですよね。まあその止まってるのにかまほられたとか、まあね、かまほられた、まあ、あとドア開放とか、まあそういう極端なのを除き、やっぱ過失ってのはまあ1でもできるわけですけどね。まああの文言を見るとさね、あのなんか両者悪いみたいな、いや、その両者悪いって言い方が悪いんだよ、あれ。なんだこのコベンツはよ。携帯見ちゃってるもん、こいつ、この女。いや、その、両者悪いじゃなくて、両者か、これ信号後ろ行っちゃうんで、いるんで行っちゃいますよ、これ。その、両者悪いって書き方じゃなくてさ、両者に過失があるって書きゃいいのにさ、ねえ。あれ、また歩行者絶対マンが始まってんじゃん？ねえ。そうじゃなくて、そもそもね、事故の原因を作ってんのは飛び出してる方なんだよ。あの瀬田道のさ、あの死亡事故オールの動画のもそうだけど、ねえ、まああそこが横断禁止なのかどうかわかんないですけど、場所がどこだかわかんないからね。だけどね、そもそもまあ今渡ってんじゃん、あれ車来てないんだったらいいよ、あれね。ちょっとボガーッと渡るやついいんじゃん。だって事故の原因作ってんのはもうあっちなんだからね。俺それがね、あれ許せない、本当に見てて。で、俺シューっていなくなっちゃってんじゃん、あのまま。あれチャリンコも捕まえてやるよな、あの女な。俺だったら捕まえてやるけどね、あれね。ねえ、だってあれ捕まえなかったらバイクの単独になっちゃうからね、保険使ったって。ねえ、あの俺のさ、あの246の事故、あのハワイ移るやつ、あれもそうだけど、そのバイクの運転手が俺はかわいそうだからと思って相手を捕まえてんだよ。その要は相手がいるいないでさ、そのバイクのさ修理とかもさ、その怪我の自賠責とかも変わってくるわけじゃない。ね、あれ銀座の動画でさ、俺がクラクション鳴らす動画あんじゃん。あれでさ、なんかいろいろ書かれてたけどね、そもそも車両が来てる直前で飛び出すってのはそもそもが違反なんだからね。その歩行者がいたらね、その譲らなきゃいけないどうのこうのもあるけどね、そもそも車両が来てるね、その時に飛び出すのがもうダメなんだからね。え、本当にさ、その横断禁止のね、あの標識がないんだったらまあ問題ないけどさ、だからってさね、車両の直前でさ飛び出していいっていう決まりはないからね。だから当たり屋になっちゃうじゃん、それじゃね。
ね、だからそういうの知らねえんだよな、だからああいうコメントするやつだって。もうとにかく車両が悪いみたいなさ。ね、いや車両も悪いんだよ。ただその過失のね、あれで比べた時に、じゃあの飛び出しの事故っつった、だからあれ8人ぐらいでしょ。ねえ、じゃねえか、だってさ、バイクはね、あんなのたまったもんじゃないよね。まあコメントしてる人たちがさ、まあなんつうの、バイク車両どれだけ乗ってる人がいいんだかわかんないけど、特に二輪ね、二輪ってだからって飛び出されたり、その幅寄せとかされてブレーキ踏んだらすぐこけるんだから。カンナナのさ、俺のハイエースのさんじゃん、キャラバン、シャブチューっつったやつ、あれなんか嘘じゃん、お前譲ってやれよって言う、まあ、あれで俺急ブレーキ後ろかけてみ、ねえ、キス振って転ぶからね。そういうのがだからわかんねえんだよな。だから一方のさ、俺後ろも今こいつ後ろ今飛び出しちゃって何も見てねえじゃん。一方のさ、視線でしか見れないんだよね、やっぱこういうコメントする人たちって。見てこのチャリンコも、あ、このチャリンコで確かこれクラクション鳴らすやつもね、お前鳴らしすぎだぞ、危ねえぞっつってさ、ねえ、もうこっちが注意喚起するしかないんだから、もうどんなにルール守ってたって、ねえ、向こうがな、飛び出してきたらさ、もうたまったもんじゃないよ。思いません、思わない。あれね、あのゼロクラアスリート何、あれリアフォグついてんの、あれ何、ねえ、いくらこっちがさ信号守ってさ、あと法定速度絶対今ねえ、あの法定速度で走ってて止まれるってわけじゃないからね、あの事故もそうだけど、そのバイクね、んであれもさ、その左手がどうのこうのってさ、要は上げ足取られるわけなんだよ、交通事故って。実際もそうだよ、過失決めるときにさ、いやここはこうするべきでした、ああするべきだし、ああするべきでしたってさ、嘘でしょ、見てこの歩行者、これ全然意味が分かんない、本当に何のためのこの歩道橋だって話なわけですよ、これ。もうこんなのもう言わずもがなですよ、こんなの。もう横断禁止なんだから、こんなの。ああ、そうだ、そこのクラクション動画続きで困ったよね、チャリンコがね、ママチャリね。あんなの俺もわかって鳴らしてんだから。あのね、チャリンコ、あ、バイク、飛び出しは本当にね、あれ許せないね。まあ、その後どうなったのか知らないけど。で、まあ、さっきも言いましたけど、そのマスコミの文言、文章。あれも悪意を感じるよね。で、なんか、その付け足しでさ、その、専門家の人が付け足しでコメントしてたじゃん。なんか、ここだけ抜粋されてみたいなさ、ひどいよね、あれね。あの専門家が役立たずみたいなさ、感じな文言になってたじゃん。業者悪いってさ。ね、業者悪いけど、だから過失の重さで言ったらどっちなんですかってことなんですよ。だからそういうさ、わからないキッズたちがああいうのをね、見て真に受けて、バイクが悪い、バイクが悪いってなるわけですよ。ね、あれはひどいね。あれ俺だったら捕まえてるね、あの女ね。だってあの女に責任があるんだからね。え、でもさ、まあ、これはさ、本人しかわからないことだけどね、ああいうわざとやってくるやつもいるわけなんだから。あの女だってさ、なんかさ、そのバイクにムカついて、ちょっと飛び出してやろうかなって、飛び出した可能性だってないとは言えないんだからね。ね、それが恋か恋じゃないかっていうのはさ、やっぱ判断できないからさ。ね、そう、難しいよね。だから、なんかの動画でも言ったけど、やっぱ今はさ、こうやってドラレコが普及してるんだから、まあ事故の判例も大事ですけどね。え、あ、友達のハリアか、うん、ねえ、事故の判例の基準も大事ですけど、やっぱちょっと時代に追いついてないんじゃないですかね。思いません、思わない。これまだ工事やってんの、やってない。ねえ、だってあれバイクさ、法定速度で走っててさ、飛び出してきてさ、驚いてブレーキ踏んで転びましたっつってさ、で女ツーって行っちゃってんでしょ、あれ。ねえ、
どうかと思うよ俺は。ねえ、であれで、まあ、怪我したんだかどうだか分かんないけど、あれ怪我してたら、ね、怪我させて逃げてるわけだからね、向こうはもうその時点で過失ももう変わってくるしね。えそうだからね、ああいうね女の歩行者って必ずああいうふうになんかねツンツンしてんだよね。あの俺の銀座のやつもそうじゃん、中国人だかなんだか分かんないけどさ、てめえが悪いでしょツンなんてしてさ、プイなんてしちゃってさね。あんならもう悪質極まれないやろ、飛び出しね。まあバイクも悪いっていうのはまあ納得いかないかもしれないけど、でもまあそれはもうなんつうんですかね、もう決まってることだから、まあ私は詳しいからまあ何とも思わないけどね。まあ過失ってのはそういうの絶対つくわけだからさ、まあだから弁護士特約が入っててさ、ね、徹底的に女に対して民事でやってやるしかないでしょ。どうせ女なんだからさ、そんな保険入ってないし、かけ捨てのねえ、この先どこどんやってりゃいいんだ。警察署がありますねえ、俺はね、あの車の保険でさ、なんだっけな、名前忘れちゃったけど、なんかそういうやつも入ってるからさ、保険なんて俺もう入りまくってる。いや、ほんと何があるか分かんないって言って歩いててさ、ね、急にさ事故に巻き込まれたりとかさ、ね、いろいろあるからね。うん、あれで飛び出して目の前でバイク転んでんのにさ、ねえ、また知りませんよみたいな感じでピューなんて言っちゃってんじゃん、あいつどうかと思うけどな、あれもう本当に。ね、何の話したっけ。あ、だからその判例ね、判例も大事だけどね、もうドラレコ普及してんだからさ、そのケースバイケースでさ、なんかやっていきませんかね。まあただほら保険屋もさ、あのボランティア団体じゃねえからさね、まあ自賠責はそうだけどさ、その任意保険ね、うん、まあその自賠責ってのは、まあ事故あった人のためにその、まあ、120万までっていう、まあ、救済があってさ、あるわけだけどね。あんな歩行者相手でさ、ねえ、でもさ、あれじゃないですか、あのカメラ、あれ今なんであいつ右折行った、最後右折行けたっけ、今の時間、今の時間じゃねえよ、今のタイミングで行けないよね、あれでね。だからこういうやつもいるわけですよ。いや俺右折信号ついたもん、あれ行けたっけ。まあ、いずれしろ今のタイミングで来るのは適切じゃないでしょう。ねえ、ケースバイケースでさ、過失やりな、やりませんか本当に。怖くてね、走れないよ、本当にあんなのいたら。で、さっきも言いましたけど、バイク、ね、ちょっと強くブレーキ踏んだらもうこけんだから。危ねっつって。まあ、あれはさ、その左手離してたっていうさ、まあそういう事実があるわけだけどさ、ねえ、まあ経営実態なんか、よそ見してるのかなんかわかんないけど、うん、まあずっと左手離してたんだ、たまたまそのタイミングでさ、なんか何、足かいたとかさ、顔かいたとかで手離したんだかわかんないけど、まあもしそれでさ、手離した瞬間にたまたまあれが出てきたって言ったら、ちょっと自転車でバイクはかわいそうだよね。その一瞬の手離しただけでさ、ねえ、安全運転義務違反だなんだって話なんだからさ。で、まあそういうことなんで、まあ皆さん車乗ってバイク乗ってると思いますけど、まあ、とにかく飛び出しは多いです、本当にね。何？どうしたの佐川ね、まあその気をつけましょう、本当にあいつらは突然飛び出してきますからね。はい、じゃあお疲れちゃんです。